はい、今回はコロナワクチンについてお話しします。新種ウイルスがどんどん出てきているのでワクチンは意味がないということです。ワクチンができることによってウイルスはさらに進化して形を変えていくので悪循環になります。なのでワクチンは必要ありません。もう開発するのもやめてください。まあ、そんな形でとにかくこの現状を維持して過ぎ去るのを待つしかありません。皆さん我慢の時です。頑張ってください。